はい、どうもこんにちは、エイサクと申します。今日はですね、会社員は希少価値ゼロという話をねさせていただきたいと思います。私はですね、新卒で4年勤めた会社を退職して、現在フリーランスとして活動している27歳でございます。この YouTube チャンネルでは、会社員を辞めてフリーランスになった私が、会社に属さなくても生きていける知識や経験、あなたらしく生きる働き方について、たまにね、私の好きなファッションの紹介など、自分らしく生きるにはっていうのをテーマに情報発信をしております。あなたらしさをね、見つけるための知的教養チャンネルとして、動画を毎日18時に更新しておりますので、動画を最後まで見ていただいて面白いと思ってくれた方は、ぜひね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。家族やね、周りの友人にも動画をご紹介いただけると嬉しいです。今ですね、こう会社員からフリーランスになりたい、今の働き方を続けるべきか悩む、将来へ不安があるという方向けに、無料のね、個別相談会の受付も行っております。今のね、働き方に悩んでいる方は無料で申し込みができますので、ぜひ概要欄の公式 LINE の方に飛んでみてください。よろしくお願いいたします。で、今日はですね、会社員は希少価値ゼロという話をね、させていただきたいんですけども、まぁ、ちょっとね、こう、会社員やっている人からしたら、いや、何言ってんのみたいな、ちょっとね、ムカつくって思いあるかもしれないんだけど、今日はね、なんだろう、会社員やっている人の人間性をこう否定するっていうことじゃなくて、こう会社員っていう働き方をちょっとこう見直してほしいなと思ってね、ちょっと動画を撮りました。やっぱりね、こう、私も会社員4年間経験してたし、まぁ、その会社員の4年間のやっぱ経験があったからこそ、やっぱ今に生きてると思うので、なんだろうな、本当に世の中やって無駄なこととか失敗してダメだったことを、まあ、悔いる必要は全くないかなと。僕もね、やっぱ会社員の4年間の経験があったからこそ今ね、この YouTube 撮れてるから、なんだろうな、会社員を否定する、会社員をやってるあなたを否定したくて動画を撮ってるわけじゃなくて、ただ会社員っていう働き方自体に、僕はやっぱりこうちょっと今ずっとフリーランスも1年以上やってるので、すごく疑問が残るわけですよ。ね、会社員4年、フリーランス1年やってる中で、会社員っていう働き方にその魅力がないというか、まあ、そのまま会社員っていう働き方を仮に続けていった先に、僕はそのどんどんビジネス的な希少価値っていうのはどん付随していかないんじゃないかなっていうふうに思ったので、まあ、今日はあなたがどうこうとかではなく、会社員っていう働き方、まあ、ぶっちゃけですね、会社員ってこう誰でもできる仕事なんですよ。誰でもこう代わりがいる仕事なので、こうあなたにも、こう動画を見ているあなたにも、こう代わりに聞かない、あなたしかできないことって絶対あるよねっていう話をちょっとねさせていただけたらというふうに思っております。でね、じゃあちょっと、ね、結論というか、まあさっきもちょっと触れたんですけども、じゃあなんでね、会社員は希少価値ゼロなのかっていう話なんですけど、まあ退職経験、この動画をね、見ている方があるかどうかわかんないんですけど、ある方だったらね、わかると思うんですけど、あなたが、まあ、今後ね、じゃあ仮に、今の勤めてる会社、まあ、2年勤めようが、5年勤めようが、10年勤めようが、まあ、定年までいようが、何年勤めようが、あなたが会社を辞めるとき、まあ、きっと何かしらのポジション、役割を与えられてると思うんですよ。まあ、営業職だったりとか、まあ、経理だったりとか、どこどこ企画部の部長をやってたりとか、まあ、最悪の役員とかって可能性もありますよね。でも、あなたが会社を辞めた時に、そのじゃあ何かしらの役割、ポジションっていうのが、必ず次の誰かに渡りますよね。それはそうですね。例えばじゃあ部長が、まあ昇進しましたと。じゃあ課長が部長に上がった時に、課長の枠空きますよね。ってことは、じゃあ課長じゃない、役職がついてない誰かが課長になったりって、どんどん、なんかロケット鉛筆方式でどんどん上がっていくじゃないですか、会社の役割って。だから、絶対あなたがこれ何年で退職しようが、会社辞めたタイミングで、必ずあなたの代わりが生まれるんですよね、絶対。要は、どんな役割、平だろうが、課長だろうが、部長だろうが、まあ、社長とかだったらちょっとあれかもしれないけど、まあ、でも社長もそうか、社長もね、雇われっていうかね、会社であれだったら変わる可能性があるので、どのポジションだろうが、誰かがあなたの代わりになることができるんですよね。代わりが効く仕事をいつまでやってる間っていうのは、僕はいつまでも、こう、あなた自身に、こう、希少性、価値っていうのは生まれないのかなというふうに思います。だって、誰でもできるんだもん。僕もそうでしたよ。僕も4年間、会社員で勤めたけども、僕が辞めたタイミングで、僕が、今までやってたところの仕事は、まあ、誰かがね、カバー。まあ、なんだ、会社のね、場合によっては、例えばじゃあ、5人のところで僕が1人辞めて4人になって、それをこう、4人でカバーするとかあるかもしれないけど、でも、大体後から1人入ってきたりとか、するんですよね、会社。まあ、状況によっては、もちろん変わったりはすると思うんだけど、おおむねね。だから仮にあなたがこれが定年退職したとしても同じ現象が起きると。あなたの一生を、ビジネスマンとしての一生を一つの会社に注いだとしても、あなたの代わりっているっていうのが、まあ会社員で働くっていうことの結論ですよね。
まあ会社員、僕はこう経営的な考え方をすると、会社員のお給料ってまあイコール備品にね払ってるリース代と同じ考え方なので、やっぱり会社員で働くってことはまあぶっちゃけ誰でもいい、取って代えられる労働力なんだよっていう形です。まあそこをねまず前提としてね、まあ、あの押さえておいてほしいかなというふうに思います。なった時に、じゃ例えばね、僕の今この YouTube、毎日こうね、上げてるんですけども、じゃ僕の YouTube を、明日から、ね、今動画を見てるあなたに、運営をすべてやってほしいって、僕が丸投げしたら、めちゃめちゃ困ると思うんですよ。なんでかっていうと、この YouTube は、まあ、このアカウント自体は小さいですよ。アカウント自体は小さいんだけど、これは僕がいるから成り立ってるんですよ、この YouTube っていうのは。僕が毎日こう声を出して喋って、僕が話す内容を決めて台本も作って、まあアップロードしてとかっていうのをやってるのを変えるってなった時に、まあ、確かにこう話す内容とかっていうのは取って変えれるかもしれない。 AI がねチャット GPT で作ることができるかもしれない、台本とかね。でもじゃあ喋るのは僕ですよね。僕だから見てくれてるっていう人も絶対大多数、まあ少ないかもしれないけどいるので、なった時にこうなんだな、この YouTube をやれてるのは僕だから、ここに僕の希少性っていうのは生まれるんですよ。まあそんなに大きくない希少性かもしれないけどね。でも仮にじゃああなたが今の会社をクビになりましたと、で明日から今の会社以外で何かしらで活躍できそうですかと、社会的なこう一つの会社の肩書き看板をもしか持ってないあなたが一つの会社を飛び出した時、まあ飛び出された時、いろんな状況あると思うんだけど、会社を離れた時に看板を使えなくなった時に、あなたのビジネス的な希少性って本当に今ありますかっていうのを、問いたいです。まあもちろんね、今の会社で一生働けばいいじゃんって思うかもしれないけど、じゃあ、わかんない。それが50代の人だったら逃げ切れるかもしれないけど、で20代、30代が一つの会社でずっといる、居続ける未来を想定してるのは僕は相当甘いかなというふうにね、思いますので、やっぱりね、こう、例えば仮に明日、今の会社がなくなった時に、自分が、こう、どういう部分で希少性、価値を見出せるかっていうのは考えてほしいかな。まあこれを最近副業をやり始めた人とかは少しずつね、見出してるかもしれないけど、まだまだね、甘いかなというふうにね、思います。まずはね、こう労働力を提供するっていうことでしか稼げない状態から脱出する方法を僕は考えた方がいいかなというふうに思います。そうじゃないといつまでも自分の時間単価って上がんないんですよ。まあ、バイトとか雇われが悪いとかじゃなくて、こうやっぱり時間単価が上がんないといつまでもこう、まあ、自由な生活というか、あなたらしい人生って送れないんですよ。だってこうお金もね、上限、まあ天井があってさ、お金も縛りがあって、で働く時間も拘束されてるわけでしょ。週5日間とか働かなきゃいけないとか、でしかもまあ場所、まあ、要は毎日出勤しなきゃいけないとかさ、ここに住まなきゃいけないとかさ、あるからさ、なんかこう結局時間とか場所とかお金に縛られてる間っていうのは、なかなかこう自分らしさっていうのをこう出せなくなっちゃうと。僕もやっぱ会社員時代に副業とかやってたけど、やっぱりこう仕事終わりの夜の数時間とか土日とかしかやっぱりこう使えなかったりするので、なかなかこうすると難しいよね。で会社員だと税金を先にさっぴかれちゃったりするから、ね、使えるお金もそんなに高くないと。なった時にこうどんどんね、希少価値を上げていく行動っていうのは果たして、今の会社に勤め続けることなんですかっていうのを、問いかけたいです。結構多くの人が今の会社を辞めることになったらきついと思うんですよ。だから早めの準備というか、いつでも自分で食っていける力、稼げる力、あなたらしさっていうのを、ぜひね見つけてほしいなというふうに思ってます。最後ですね、こうちょっと釈迦が唱えた言葉を一つ紹介したいんですけど、天上天下唯我独尊という言葉聞いたことありますかね。まあ唯我独尊とかなんか聞いたことあるかもしれないんですけど、これ意味は私はこの世に唯一の存在ですと、こう釈迦が唱えた言葉なんですけど、あなたはまあね、今動画を見てくれてるあなた、これ私もそうですけども、あなたはこの世でたった一人の価値ある存在なんですよ。もう生まれた段階でね、だってあなたと全く同じ人生を歩んでる人ってこの世にはいないので、だからあなたが今までやってきたこととか、あなたが知っていることとか、あなたが体験してきたこと、感じたことっていうのはあなたしか知らないんですよね。それがこうしっかり形にしていけば価値あるものに絶対なっていくし、あなただからできること、あなただから伝えられること必ずあるんですよね。まあ、これは何、じゃあ昔こういじめられてたとか、なんかわかんない、いろんなこうネガティブなこととかあったかもしれないね。こうバカにされたことがある、太ってたことをいじられたことがあるとか、なんかもう元からこうちょっと身体的な障害を経て生まれたとか、いろんなね、人によってはネガティブなこともあると思うんだけど、でもそれを経験して今生きているのであれば、
そこの思いとか伝えられることって絶対あるんですよね。なんか僕はこう世の中の人間誰しもがSNS の発信だったり YouTube とかで情報発信をできる人を持っているので、必ずねあなただから伝えられることってあるんですよね。天上天下唯我独尊じゃないけど、あなたはもうこの世に唯一の存在なんだから、はい、あなただから伝えれるね価値希少性っていうのをぜひね見つけてほしいなというふうに思います。それを伝える方がねぶっちゃけ楽しいですよ、人生も。なんかこうただ会社で言われたことをやるだけの仕事をでお金のためだけに働いているってなんかすごくねもったいないと思います、人生においてね。たかだか20万とかでしょ、20万30万とかでしょ、でたかだかって言ったらあれだけどね。でしかもこうボーナスとかでちょっと喜ばせられてとかさ、結局こう会社の言いなりでいつまでもいるうちはその個人としてのあなたとしてのこう希少性って絶対に上がっていかないから、だって労働力を提供してるだけだから会社はあなたの希少性を上げる必要ないんですよね。だからあなた自身がこれって自分で掴みに行かなきゃいけないし、はい、それを模索しない人生っていうのは僕はもったいないかなと思います。ただね、たまたま入った会社でずっと雇われで働き続ける人生がいいのかどうかっていうのをぜひねこの動画で、振り返るきっかけになってもらえたら嬉しいなというふうにね思います。自分のね希少性って希少価値絶対にあるので、誰しもどんな人でもね、これ頭がいい悪いとか、生まれた故郷とか、親とか全く関係ないので、はい、あなたの希少価値に気づけるような動きっていうのをしてほしいなというふうに思います。まあ私のね、こう無料の個別相談でもこうそういうのは相談に乗ってたり、まあ、そういうのを見つけるシートみたいなのもあったりするから、もしね、こう気になる方とかは、無料の個別相談申し込んでみていただけたらというふうに思います。あなたのね、希少価値を見つけて、あなたらしい人生をね、目指して頑張って掴んでいきましょう。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあ失礼いたします。